こんにちは。こんにちは。タツとのたちねです。今回は先月私たちの1年間結婚記念日でした。まだ若い夫婦ですよね。はい、そうですね。それについてちょっと話したいと思います。どうも結婚したら何か変わってた？結婚して変わったこと、あとね、一番はやっぱり結婚できて日本に引っ越してきたんで、やっぱその結婚するまでってドイツと日本だったでしょ、はい、なんでやっぱより近くにいるんでやっぱ安心感とかやっぱ生活の安定感、前まではやっぱドイツと日本に離れて生活してたんで時差あったりね、はい、時差あったりして結構こう7時間8時間、ちょっと夏と冬になりによりますけど、あ、そう、ドイツはサマータイム、うん、ウィンタータイム、はい、なんだっけ、なんか夏の時期と冬の時期じゃ時差が1時間ぐらい変わってきます。はいはい、夏が7時間、今は8時間だと思う。今8時間。はい。冬だったら7時間になります。その7時間、8時間の時差がやっぱりね、結構自分が日本で夕方の時にようやく朝起きて、でそこからちょっと電話したりしてね、あまりコミュニケーションが頻繁に取れなかったんですけど、やっぱ日本に引っ越してきてからは割とコミュニケーションが取りやすくなって、なんかよりね抱き合いとかができる。そうですよね。はい。逆にナタリアはどう？日本に引っ越してきて。日本に引っ越ししたら。そんなに変わらないかな。前もね1年くらい、もともと1年くらい一緒に生活してた時期もあるんで、はい、日本には割と慣れているとは思います。どう？そこら辺は。なんかその前に、これは留学の時に留学の生活はちょっと違いましたので、自分の何だっけ、マイフィーリングオフレビゲンジョン、気持ち、あ、私の気持ちはなんかあまりなんか休みみたいので、ホリデーとしての気持ちだったのでリラックスできました。うん、あ、そっか、今はそうやね、昔と比べるとちゃんと日本に住んでるっていう感覚で住んでるもんね。はい、前までは留学生だったんで、どっちかっていうとこう日本を満喫するとか遊ぶみたいな感じで来てたのかな。はいはいはい、今はちゃんとの生活作らないといけないのでそれについていっぱい失敗がありますよね。はい、じゃあナタリアは今日本に生活して半年ぐらいじゃん、うん、でまだ慣れてないこととかあったりする？はい、まだありますよ。例えば冬はとても寒かったし、これはまだ全然、今でもなんか今は4月でしょ、時々に夜と朝はまだ寒いので、この寒さに本当に慣れません。温度差がやっぱあるよね。ドイツではそんなに寒、なんか家の中では寒くなかったのでちょっと大変。夏とかどう？夏は、そんなにの暑い期間もあるけど、でも家の中は大丈夫だと思いますけど、日本だったらずっと同じの暑さがありますよね。なんか日本の気温はだんだん暑くなって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 、だんだん寒くなって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 、うん、ドイツの天気だったらちょっとローラーコースターみたいなので夏でも多分1週間は32度ぐらいでも家の中は灯し暑さもないので大丈夫だと思いますけど、なんかエアコンなくても大丈夫です。確かに
回そのドイツ行ったことあるんですけど、ドイツはやっぱり湿気が、うん、湿気がなくて、なんていうのかな、木陰に入ったり家の中に入ったら全然暑くない。外はあの時35度ぐらいあったのかな、35度ぐらいあったけど家の中に入ったりするともう全然暑くなくて、なんならカフェとか家の中とか電車の中もバスの中もどこ行ってもエアコンついてないぐらいな感じで、カフェの中とか入ってもすごい涼しかったね。はい、だから今回の留学じゃなくて普通の日本に生活の夏どうになるかな。はい、今日本に引っ越してきてもう半年経つやん。うん、でまあこれまで結構バタバタしてて、まあ、忙しくて、はい、でなんかこれからこう日本に住むってなった時にこれやってみたいとか、あれあこ行ってみたいとかっていうことあったりする？あ、それなら全部が終わったら絶対夏祭りにやりたいと思います。で日本は結構季節通して四季でいろんなイベントがいっぱいあるもんね。はい、ドイツにもある。クリスマスだったらクリスマスマーケットとかがあります。あーそっか、このみたいのイベントもっとある。なんか去年の冬は日本でクリスマス過ごしたじゃん。なんだっけだった去年の冬覚えてる？去年の12月は日本でクリスマスを過ごしたね。はいはい、日本のクリスマスはどうだった？何もなかった。やっぱドイツとは全然違うよね。はいはい、ドイツはもうあれクリスマスマーケットっていうぐらいだから街全体がもうクリスマスムードみたいな感じかな。はい、クリスマスマーケットはクリスマスの前に4週間ぐらいあるので、クリスマスになったらなくなります。あー、それこれはそうだね、なんかみんなはこの4週間の前にクリスマスムードにグルーワイン、ホットワインとか飲みながら、友達と会ってそのところで散歩したり話したりできるようなことができます。なんか今そのクリスマスの話で思い出したんだけど、こうクリスマス日本ってスーパーマーケットとか行ったらクリスマスの1ヶ月半前とか1ヶ月前からお店にそのクリスマスのものが置いてあるじゃないですか。でそれに対して結構何でもクリスマスみたいなリアクションしなかった。はい、多分これはちょっとハロウィンの時にでしたか、ね、ハロウィンだったっけ。スーパーに入ったらすぐクリスマスツリーとハロウィンのデコレーション見つけました。あーそういうこと、ハロウィンとクリスマスが同じ時期にある。はい、はい、ちょっと私の心に対してめっちゃ痛かったです。マジか、この私の大事な文化はハロウィンと一緒にいいの、同じの。やっぱドイツ人からするとクリスマスはもう特別な日で、はい、でした。じゃあドイツでクリスマス過ごすときはどんな風に過ごすの？家族とか？うん、家族は大、うん、家族のイベントです、うん、なんか日本だったらクリスマスって結構恋人とか彼氏とか彼女とかで過ごすやん。うん、聞きましたね。なんかみんなは KFC とかに行きます、カラオケとかしてる。そうそうそう、ケンタッキーとかクリスマスデートとかピザ食べたりとか。ドイツだったら、まあ、大体みんなはまずクリスマス日に家族と一緒に、まあ、プレゼントを、まあ、あと25日にプレゼントをお互いにあげますとか、まあ、24日の夜にとか、あと一緒にの家族との食事一緒に食べます、うん、その次の日次の家族たちにアウントとアンクのところに、あ、いとことかね、いとことかに行きます、うんうん、逆に日本ってクリスマスよりもお正月ニューイヤーを大事にする文化が、うん、多分みんなあると思うんだけど、ドイツではそのニューイヤーはそこまで大事じゃないんだよ。そうですね、多分ニューイヤーは、まあ、家族とも友達とも一緒に、まあ、私の家族のだったらいつも友達のところに行ってとか、まあ、みんな友達たちとも
家族と友達一緒に誰かの家に行って大きな大食事、まあ、あり、と正月までに、なんか0時間までに一緒に話したり食べたりお酒も飲んだり、テレビ見たり、待ちました、とカウントダウンの前に10、9、8、何々やったー、おめでとう、大きな声でお祝いして、外ではみんなは花火してて、ピューピュー、各ヒントは花火してました、という。そうだね、なんかこれちょっと It's about our wedding and suddenly we're talking about Christmas。 確かに、そう、ちょっと結果で結婚記念日の話からちょっと話ずれちゃったんですけど、帰りましょう話戻して、はい、どうも私たちのカンティの中で結婚したら何かが変わりましたか、キムチとかは。気持ち、結婚したらどうだった、結婚したらやっぱり、なんていうかな、何も変わらなかったでしょ。正直あまり自分の中では特別何か変わったとかは全然感じなくて、何かな、これだけでもう家族は、なんか自分たちその結婚した時もドイツと日本にいたんで、そのオンライン結婚みたいな感じで、なんていうかな、その医療電話しながら結婚したんですよ、はい、なんで私の時は朝だったので多分7、8時、9時かな、まだパジャマで寝起きで結婚したみたいな感じだもんね、はいはいはい、なんでなんか結婚の仕方も結構ラフな感じなんで、でもともと留学中も1年弱ぐらい一緒に生活してたのもあったんで、あんまり変わったっていう実感は自分はないんだけど、どう、ナタリアは変わったかな、全然今までもなんかいつもの、多分なんか今は最も家族になった、まあオフィシャルだからね、でもそれ以外何も変わらなかった実はですね、まだ同じの、まあもちろん私たちの気持ちはなんか私に対して気持ちは毎日最も強くなっているけど毎日、あった時間あったなの、いつから私と結婚したいと思いましたか。なんかこれを言ったらすごいなんかロマンチックで嘘つきみたいな感じになるんだけど、まあ、会った初日ぐらい、初日ぐらい会った初日に、まあ、いろいろ話してたじゃん、こういろんなことについて、はいはい、その中でやっぱりなんか初めて会ったのに全然気も使わなくて、なんかめっちゃ安心でした、めっちゃリラックスで、居心地が良くてね、なんか初めて会ったのにキムチは、あ、なんかあの人ずっと知ってるの感じあったみたいな、じゃあ昔の先祖が、はいはい、もしかしたらどこかで会ってたのかもしれないね、はい、そんな安心な感じあったのでめっちゃ話は楽でしたよね、なんでなんかその時に、なんか今更になるんですけど結婚してもいいかなってもうその初日の時に思ったかな。ナタリアはどう？そうだね、一緒？一緒にだと思う。あ、そうですか、一緒に、あ、これは本当この人と結婚したい、絶対結婚したい、なんかいろいろな確認がありましたか？あ、その結構すごい強く思った時ってこと？はい、何かあった、なんかいつか、あ、これはこの We experience this kind of situation together and I think this is the right part for me。 そうやね、結構難しいですねでもどうかな、なんかそれってなんかどこかでこういうことがあったからすごい結婚しようって強く思ったとかじゃなくて、日々の積み重ねっていうか日々のこの毎日のこの積み重ねで、なんか、あ、本当にこの人ならなんか安心できるし結婚してもいいかなって思
思ったみたいな。うん、私たちは結構早い、一緒に住みましたよね、なんか。うん、出会って、あ、付き合って多分3ヶ月4ヶ月ぐらいで、なんかもう一緒に生活することになったんですよ。だからそれって、もともと東京にいて、うん、で自分たちも田舎に今住んでるんですけど、うん、あのコロナ禍で留学してたんで、あのオンラインクラスになったんですよ。なんであのパソコンだけあればどこからでも授業を受けれるみたいな形になったん でそれならじゃあ、引っ越してくればみたいな感じの流れになって、なんかノリみたいな感じでね。ノリは何？なんかノリはなんかオッケーみたいな、うんうん、そう、なんかそういうノリみたいな感じで急遽いきなりやね、いきなり一緒に住むことになって、なんかそこからもうずっと一緒にいるもんで、はい、この時に一緒に住んでたので、一緒に毎日生活していて、と私たちの話し方、生活する方、これでだんだん分かる、まあ分かるようにじゃなくて、なんか最も、まあ、立つは正しい人のは行いました。なんか私たちはどうやって一緒に話していた、と難しい問題がありとか、なんか涙とかある時に一緒にの話し方はこれを見て感じて、なんかあ、この人絶対、この人と絶対結婚したいと思いました。The way we solve problems and the way we live together。 なんか基本的に2人でいても喧嘩とかは全然なくて、うん、なんか喧嘩っていうよりも、なんていうのかな、その文化とか習慣の違いでなんかお互いに戸惑うところ時とかたまにあったんですけど、うん、でもそれはね、コミュニケーションやっぱ取ることで解決できるっていうのがね分かって、でなんかちゃんとコミュニケーションもね、そういう時にしっかり取るようになって、一番大事、より信用できるようになったっていうかね、うん、一番大事なものでしたですよね。はい、悲しいことがあったら、まあ、これはなんか文化の違うので、でもなんかお互い分かりませんでしたので、とその時にすぐ行って、優しい言葉でね、お互いになんか分かる、大事に自分たちの気持ち大事して、と、resolve、 we try to resolve、 解決でしたね、解決しました、うん、そうお互いの気持ちが大事、守りますなんか基本的にやっぱり多分お互いに違う文化、違う習慣っていうのをお互いにこう分かった上で、なんていうのかな、お互いのそのカルチャーとかをリスペクトする、なんか尊敬し合ってるっていうのが、まあ、自分ももちろん尊敬してるし、ナタリアも尊敬してくれてるんで、だからそんなに喧嘩になったりしないのかな。うん、私たちなんか結構 お互いの私たちの性格は結構同じだと思うので、うん、なんか多分お互いにその違ったや、その感覚とか違ったこの文化とかって多分好きだよ、うん、なんかお互いになんかこの違う文化って面白いし好きだよね、うん、We are open mindedいや、なんか私たちは違う文化あると思ってる？違う文化？ああ、なんか文化は違うの。なんか私に対して私はそんなに文化はないと思います。どうかな？でもやっぱあるよ。あるの？例えば、うん、ドイツってすごいエコの国じゃん。だから、うん、そのなんていうかな、環境に対しての意識とかは。人一倍強いし、あとプラスチック、あと健康面とか、健康面もやっぱり、うん、ドイツだったら病院にいつ行っても無料で行けるじゃん。はいはい。日本だったら3割負担とかなんですけど、ドイツはもう国が全部負担してくれるんで、もう定期的にね、その病院に行って体の健康チェックってするんで。もうすぐ何かあったらもう絶対病院みたいな、
私のおかげでもう歯医者に1年の中で2回行きます。まあ3回は虫歯あったら、でも2回チェックするために行きますよね、はい、おかげさまでなんか健康体になりました。はい、いいそう、確かにでも2人にとって違う文化あるかって言われるとどこかな。なんか私の家族ではみんなは特に女の人たちは気持ちでなんか見せてやすい、強い気持ちが。なるほど。そうそうそう。お母さんの話すときにめっちゃ大きい声で話します。そう、なんかやっぱりそうやね。一回そうやね、ドイツ行った時も思ったけど、みんなやっぱ欧米の方って結構こう。エモーショナル、感情的になりやすいと思うんですよ。感情やすいでしょ。なんでこう日本人に比べるとやっぱりちょっとこう感情的になりやすいってのはあるなと思います。ですよね。ドキドキ立つわな。怒ってるのと思ってるけど、いやいや全然このその気持ち。そう、例えば例えば嬉しいこととかあったら。夜の11時とかでもめちゃくちゃ大きい声で喜んだりするんですよ。それとかやっぱりあのすごいオープンな感じで日本人とは少し違うなと思います。ああ、もっと声がもっとでかくなる。そうなりますよね。すごいあれだよね、はい、いいリアクションするよね。ちなみにどう、日本に今半年住んで食文化、そのご飯とかはどうかな。なんか日本で食事しててなんか好きなものとかできた。好きなもの、日本のご飯で日本の料理で好きなものとかできた。ああもちろん、もちろん、うどん。うどん、漬物、日本の漬物は好きです。美味しいよね。うん、漬きゅうり、大根とか。でもドイツでも漬物あるでしょ。ある。ピクルスとか。あ、ピクルスあるね。まあ、私はそんなにドイツの文化ないですよ。私はもっともロシア、ウクライナの文化だから、お母さんがいつも自分でロシア、ウクライナの漬物を作りましたので、うん、これは全然日本の同じので全然問題ないです、うん、ドイツだったら確かにみんなはピクルスあるけど、まあこれはピクルスよね。日本にいろんな漬物あるもんね。はい、いっぱい漬物あります。美味しいよね。ナスとか美味しかった。ああ、ナス美味しいね。あのナスの漬物。でも日本の野菜はちっちゃいね。きゅうり、ナス、人参、全部ちっちゃい。納豆は？納豆嫌いなんですよ。嫌いじゃない。食べたくないですね。見た目が嫌だ。匂い。匂いは大丈夫。私の鼻はあまり匂いないので大丈夫です。食感かな。食感ですね、このスライム。うん、なんかなんか糸があるね。ネバネバ、ネバネバが嫌なんだ。だから時々に豆腐も食べられません。あ、豆腐も。豆腐もなんかスライムのあったら。はいはいはい、うん、じゃあまあ今回はじゃあ1年記念日ということで公園でお話をしてみました。はい、じゃあ皆さんご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。